どうも皆さんこんにちは、大宮まりでございます。はい、それではですね、本日もドッテレビの方やっていきたいと思います。はい、今回紹介するのはこちら、堀本達也さん作見知ら獣アイコンタクトでございます。はい、じゃあね、ついにこれを紹介する日が来ました。はい、ちょっとね、私もちょっと気がしちゃってるんですけど、こちらね、内容をざっくり紹介させていただきますと、堀本達也さん、まあ、界隈の方だったらね、ご存知の方は多いと思うんですけど、そのものズバリ、獣を題材とした、リタイアタを手掛けるアーティストさんがおりまして、まあね、そのことのね、作品集っていうことで、ね、こちらはね、初の商業誌なんですけど、まあ、それ以前はね、個人出版でちょこちょこ出していったんですよ。私ね、この人の作品すっごい好きなんだけど、その時に限ってなんか、持ち足とかがなくてね、なかなか買えなくて、すっごい悔しい思いしてたんですよ。今回ね、商業誌ってことで。偶然にもね、近くの本屋さんに、在庫があるよってことだったんで、取り寄せさせてもらって、もうすぐ買いに行ったんですけどね。はい。で、この作品、まあね、とってつもなく良くてですね。私もね、2回ほど、公演に行かせてもらったんですけど、こちらね、作品の方、石油粘土というもので今現在作っておりまして、結構触った方だったらわかると思うんですけど、石油粘土って固まると、ものすごいガッチガチに固まって硬いんですよ。なんだけど、この堀本さんの作品ってそれを感じてないっていう。なんていうか、この肉の柔らかさっていうか、なんかこう、ちょんって触ったらそのまま切って、弾力、肌の弾力を感じると同時になんかこう沈み込むんじゃないかっていう、そのぐらいリアルな作品なんですよ。まあ、こちらがね、写真の方でまとまっておりまして、この写真越しでもわかるこの生々しさっていうのをね、ぜひこの作品通して見ていただけたらなって思います。はい。でね、こちらね、その作品集ではあるんですけどね、これさらにすごいのは、巻末の方に、対談が載っておりまして、こちらね、そのお相手となっているのは、なんと、竹藤きずねさんということで、まあ、こちらもね、会話の方だったらご存知の方多いと思うんですよ。獣イベントの獣バーとか、あと獣ヶ島っていう、とてつもなくでかい規模のイベントがあるんですよ。そちらをね、主催しているね、もう、とんでもない有名人。この方がね、堀本さんと対話をしていて、しかもその内容が、獣もないし、獣っていう文化のことを、ものすごい深く深く掘り下げて、そこをちゃんとこう、消化して、読みやすいように紹介して、説明してくれるっていう。そこがね、すっごくね、この、商業誌でここまでやってくれるかって。いよいよね、この獣っていうのはね、サブカルからさらに飛び出していって、芸術、アートの世界までね、入れたっていう、このね、感動って言ったらもうないんじゃないかなって、ね、そういうふうに思うんです。ぜひぜひね、この、作品とか、作品もすごくいいんでね、獣界隈じゃない方もね、獣界隈の方はもちろんそうなんですけど、獣界隈じゃない方もね、こちらのね、堀本さんの作品の世界観をね、じっくりとね、ぜひ見ていただいてほしいっていうのと、あとぜひぜひね、巻末の方も読んでいただいて、この獣文化っていうのもね、何であるかっていうのをぜひぜひね、見ていただきたいと、そういうふうに思います。はい。では、こちらになります。はい、とてもおすすめです。あ、そう。でね、私ね、一回ね、大阪の公演だ、展覧会だったかな。でね、堀本さんと、一回お話しする機会があったんですよ。で、そしたらね、その時ですね、堀本さんの、お話の中に、自分のフェチは、いずれ武器になるっていう、そういう言葉をいただいたことがあって、まあね、私はね、ちょっと、まあ正直失礼な話、ああ、そうなんだぐらいしか聞いてなかったんですけどね。もうこういうのが出ちゃったっていうのはね、もうこれはもう、本当に、あの時は申し訳ございませんって言葉には言わなかったけどね、そう思っちゃったことを本当に申し訳ないって言ってね。いや、よくね、ここまで来たなっていう、とうとうね、獣界隈っていうのはね、こういうところまで来たなっていうのはね、すっごいひしと感じる作品になっています。まあ、先ほども言いましたけど、ぜひぜひね、獣界隈じゃない方もおすすめできる作品なので、ね、ぜひ読んでみてください。はい。それでは、改めまして、こちらでございます。はい。それでは、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。それではまた、別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。